はい、これはココクロムと5年熟成させた、ちょっとカレーを入れたものですけどね、熟成させたのにカレーを入れるのかいっていうね、これはおじいちゃんが入れたのよね。では、飲んでみます。うん、あ、でも初めて5年間熟成させた味噌なんだけど、初めてだましたけど、まあ見た目はね、すごい色してるけど、もう、うん、食べても、そんな悪くなくね。なかなか、うん、いい味噌味ですよ。こうね、非常に濃厚で、うん、そんなになんていうの、普通の家庭の味噌とあんま変わんないかね、これ。うん。なので、よいしょ、これはまあなかなか、うん、いける味じゃないかなと思いますね。ちょっとごめんなさいね。うん、なので、よいしょ、うん、この匂いがね、うん、すごいなんか発酵させてるって、発酵の匂いがするんだけども、でも、うん、味噌そのものを食べても、全然こう違和感もないし、違和感もそんなに大きな違和感ないね。ただ、なんつうんだろう、熟成感がすごい。うん、普通の味噌より比べて。普通の味噌はこんだけ5年も熟さないけど、なんか5年も経った味噌っていうと、なんかすごいなっていうイメージがあるんだけど、でもそんな食べられますよ。で、それで、なんか海苔を食べ、海苔の味噌、なんかほら、桃屋の海苔みたいなさ、海苔の佃煮みたいな、まあそんなようなものを食べてる感じだね。海苔の佃煮みたいな感じですよ、味わいの感覚で言ったら。だからそれが、また不思議とね、良いなっていう感じで。味噌を少し食べると、ほんと、海苔の佃煮みたいな、もう味噌も5年経つと、海苔の佃煮みたいになるんだなと思うんだけど、まあなかなかのこう、味わいです。ただ、発酵させた匂いがすごいですよ。普通の味噌よりもさらにすごい発酵した匂いがすごいんで、まあ苦手な方はちょっと苦手かもしれないね。で、見た目がこんな色してるから、食べられんのかよ、これ、みたいなね。でも、なかなか、そういう点では新しい感覚かなって感じです。どうもありがとうございます。